あの当時は全部白黒ですから、うんうん、だから全部自分で現像してプリント一日仕上げですから、今日預かって明日夕方まで、うん、大変でしたよ。これが一日に400〜500枚エルバンで、自動じゃないですから、うん、1枚1枚を入れるんですよ、うん、これ1日に400〜500枚するということは朝から晩まで、夕方までかかります。これは大変でしたよ。で扇風機です、扇風機で、で、アイスの中でパンチ1本になってプリントして、それからプリント終わったら水洗をまたじゃんじゃん、またちゃんと洗わないとね、うん、あんた側でもカメラ持っている人というのは、うん、もう1人か2人ぐらい、2、3名いるかいないかの時代なんですよ、うん、まあ僕は一応早くカメラ持っていたもんですから、あんた側のこのピクニックを、うん、また運動会とか同人会のピク、婦人会のピクニックを、いろんな行事は必ず使命が作れ、使命があったんですよ。だから青年会の運動会とかという、まあ僕は陸上は苦手だから、もういつもこのカメラマンでした。カメラマン。なるほどな。まあそういうおかげで撮影する機会をいろいろと与えてもらったもんだから、まあいろいろあんた側のまあこの移り変わりも、まあもともと撮影するのが好きなもんだったから、まああんた側の移り変わりもですね、こういうたくさんあるのもそういう影響もありますけどね、もうとにかく部落の行事は必ず、まあ、カメラマンです。ただ遊び半分で写していたものが、まあ今となって、うん、このあんた側の移り変わりが、まあ田舎の人は、ね、でますからこんな貴重にね、うん、まあ、あんた側がこんなにまで変わっていくというのは想像もつかないし、まあ、移してよかったなというのが、だん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 と時が経って感じるようになって。